株式会社大林組はスーパーゼネコンの一翼を担い、建築業界を牽引しています。国内では東京スカイツリーをはじめ多くのランドマークを手掛ける一方、その高い技術力で世界プロジェクトにも参加しています。 CO2 排出量削減の観点から近年では大規模な木造建築にも取り組んでおります。2022年に完成しました当社の研修施設ポートプラスは純木造でありながら地上11階建ての高層ビルとなっておりまして、日本初の高層純木造耐火建築物となっております。こうした次世代型の建築物を通して持続可能な社会の実現を目指してまいります。大林組では2016年にアレスコマンダーの前身である J ドラフを導入しています。この動画では同社がアレスを社内でスムーズに展開するために実施した導入支援の取り組みについてご紹介しましょう。アレスを導入したのはビームベースの設計業務を目指す一方、 2D のニーズも依然としてあるという現状の中、 DWG ボキャンカドに着目したところから始まります。ライトユーザー向けの DWG ボキャンカドとしてアレスに着目したのです。高度な作図を必要としない1日30分程度の使用にとどまるライトユーザーには、アレスのネットワークライセンスはコストパフォーマンスに優れています。アレス導入にあたり少なからず利用者からの抵抗がありました。新しいソフトを導入するときに直面する操作性に関する不安です。そこで大林組様ではアレス導入支援の取り組みを始められたのです。まずアレスを操作する上でのよくある質問とその回答をイントラサイトに掲載しました。 FAQ は大林組のユーザーからの問い合わせ内容を書いたシートにグレバート社に回答を入れていただきました。そのグレバート社からの回答をもとにイントラサイトで共有するという流れで作成しました。グレバート社の生きたナレッジをユーザーに共有することができたのです。また動画でアレスの操作方法を解説したチュートリアルもグレバート社からご提供いただきました。技術サポートはメールなどの文字情報ではどうしても限界があります。グレバート提供のガイドブックと動画チュートリアルによって社内でのアレスの利用が浸透したことを実感しています。このようにアレスは導入後も企業のご要望に合わせてきめ細かいサポートをご提供しています。最近はわからないことがあるとグレバートジャパンの YouTube チャンネルやヘルプページも活用しています。現在アレスは大林組だけではなく大林組グループ全体で利用が拡大しています。アレスにはブラウザーベースの 2D ソフトウェアがあるというふうに聞いております。駆動と呼ばれるサービスだと思いますが、今後こちらにも着目していきたいと思っております。大林組のブランドビジョンメイクビヨンドにはこれまでの技術と知見を進化させるという思いが込められています。生きたナレッジベースを活用しながら効率的にアレスをご利用いただいている大林組様、今後も既成概念にとらわれない新しい取り組みで次世代のものづくりを推し進めるのですね。株式会社大林組様、ありがとうございました。アレスの30日間無料体験版をお試しください。